ックの最後を飾るのは菊花賞。舞台は淀の島 3000m。 三冠の中でも最も強い馬が勝つと言われています。このレースを制し世代最強の座につくのは果たしてどの馬か。最内枠がこの馬にどう影響するのか。希望通りの展開に持ち込めるでしょうか。キングヘイロー、大きな舞台は鞍上の得意とするところ、おそらく一発を狙っているでしょう。ゴールドエンペラー、 G1 制覇にかける思いはこの馬も同じです。ラグマイアシリーズ、振り毛の美しい馬体が G1 の熱気で燦然と光り輝きます。セイントメガトン、前走では惜しくも敗れましたが、本番の今回は負けられないところです。メジロヒカミ、後位につけマイペースで行けばゴールが見える。アドマイアメガトン、大きな舞台は鞍上の得意とするところ、おそらく一発を狙っているでしょう。アグネスキャスト、あまり人気はありませんが主役の座を狙う馬がここにもいます。カヤスアゲイン、この馬が今日の2番人気です。その走りに注目が集まります。セインスカイ、前走の敗退を糧にしてなんとか頑張ってほしいところです。ハートオブシンガー、直線で後位から抜け出す得意の勝ちパターンが今日も炸裂するか。マチカネアヘッド、この馬も虎視眈々と G1 制覇を狙います。レアジハード、続いて入場するのはこの馬です。ファンの期待を背に走ります。メジロロビン、サラブレッドらしい見事な焦げの馬体が G1 の大舞台でさらに映えます。ミラクルタイム、前走で敗れはしましたがまだ見限られるような馬ではありません。ロッククレッセ、さあ2冠馬の登場に場内が沸き立ちます。いよいよ3冠目、ファンも歴史的快挙の達成をこの目で見たいと熱望しています。スペシャルウィーク、 G1 の大舞台ですが臆することなく挑みます。リバイントレーブ、前走で敗れはしましたがまだ見限られるような馬ではありません。オリーブカット、さあいよいよ発走です。クラシックの最後を飾るのは菊花賞。舞台は淀の芝 3000m。 三冠の中でも最も強い馬が勝つと言われています。このレースを制し世代最強の座につくのは果たしてどの馬か。さあ最後は大外枠のオリーブカット、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。アドマイアメガトン、好スタートを切りました。アヤスアゲイン、この馬も好スタートを切りました。11番マチカネアヘッド行きました。これに続いてアヤスアゲイン、アドマイアメガトン、そのうちに続いています。その隣にセイウンスカイ、その外からエアジハード、内からはアグネスキャスト、その外からロッククレッセ、その後ろにオリーブカット、スペシャルウィーク、後ろからになりました。ゴールドエンペラー、それに続きます。並んで10番ハートオブシンガー、メジロロビン、この馬もこのグループ。第4コーナーをカーブして最初のホームストレッチにかかります。さあこの辺りで各馬正面スタンド前を通過しています。先頭から最後方まで大きく開きました。これは縦長の展開です。後ろからになりました。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのはマチカネアヘッド、少し離れてアヤスアゲイン続いています。並んで15番ロッククレッセ、オリーブカット、この馬もこのグループ。すぐ隣にセイウンスカイ、その外からエアジハード、ピンクの帽子、スペシャルウィーク、いい位置につけました。これに続いてメジロヒカリ、この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。1番人気のスペシャルウィーク、中段につけています。セイウンスカイ、前走に続いてここも連勝なるでしょうか。スペシャルウィーク、これに勝つといよいよ3冠の達成です。歴史的な瞬間は果たして訪れるのか。スペシャルウィーク、見事その期待に応えられるか。では前の方からマチカネアヘッド先手を取りました。これに続くのがメジロヒカリ、その隣にディバイントレール、アヤスアゲイン、すぐ後ろ、その後ろにロッククレッセ、その外からオリーブカット、並んで12番エアジハード。さあ勝負どころ、京都競馬場3コーナー坂の上りに差し掛かりました。坂の下り、坂を下っていきます。各馬ここで仕掛けます。1
気にペースが上がります。この辺りで先頭が変わりました。ディバイントレール、2番手はマチカネアヘッド。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ディバイントレール先頭、2馬身から3馬身のリード。2番手はスペシャルウィーク、手応えは悪くありません。前を捉えられるか。やはりスペシャルウィーク先頭だ。スペシャルウィーク、さらに突き放します。2番手はセイウンスカイ、スペシャルウィーク1着、スペシャルウィーク完勝、スペシャルウィーク1着、2着はセイウンスカイ、スペシャルウィーク3冠達成。見事クラシックロードを先頭で駆け抜けました。間違いなく競馬史に残る偉業です。